クラクフモンルブリン城リトアニア広場ルブリンはポーランドの都市でルブリン県の県とルブリン県の政治、産業、経済の中心地市内には公園や森林も多く緑豊かな歓声な町であるヨハネパウロ2世が教鞭を取ったことでも有名なヨハネパウロ2世ルブリンカトリック大学やマリー・キュリーの名を冠したマリー・キュリー・スクードフスカ大学がある 郊外のマイダネクには、ナチスドイツによって建設されたルブリン、強制収容所がある。ルブリンへの最初の定住は6世紀から7世紀の間に、現在の旧市街にすぐ北にあるチュファルテク地区と、中心部から少し南に離れたジェションタ地区で行われた。10世紀と11世紀には、チュファルテク地区の集落はこの近辺の商業の中心地となる。12世紀には、 東からの攻撃に備えて町が強化され、この時あたりからルブリンという名称が使われ始めた。ルブリンはしばしばモンゴル帝国軍やルーシ人、ヤトブヤグ族、リトアニア人の標的となり、たびたび略奪、破壊された。1317年に市の設立直挙場を受けた。1341年、カジミエシュ大王は、 石像の城と市街地を囲む城壁を建設した。1392年、ブワディスワフヤギエゴは、ルブリンに商業特権を与え、ポーランド王国とリトアニア大公国の連合成立後は、両国間の通称の重要な拠点となる。1474年には、ルブリン地方が統合され、ルブリン県が設置され、15世紀と16世紀には、町は、 急速に発展していく。16世紀からは、ポーランド議会が、ポーランドで、たびたび開催された。1569年6月26日に、開催された政務において、ポーランドリトアニア連合王国の成立が議決された。1578年には、マオポルスカ地方での最高位の法廷である、王立裁判所が置かれる。16世紀後半からは、宗教改革が、 ルブリンで起こり、ポーランド兄弟団の大規模な神徒集団が市内にあった。またこの時期に、ユダヤ人コミュニティがルブリンに形成された。ユダヤ人たちは、ナチスドイツのホロコーストによって、コミュニティが消滅するまで、市の発展に不可欠な存在として活躍した。1580年から1764年までの間ユダヤ人議会が設置され、70名の大議員が、 租税やコミュニティに関する重要事項について討議した。17世紀、北方戦争でスウェーデンの攻撃にさらされ衰退する。1795年の第3回ポーランド分割の結果、ルブリンはオーストリア領となり、1809年からはワルシャワ公国領、そして1815年からはロシア支配下のポーランド領に組み込まれた。19世紀初め、 広場や道路が整備され、近代的な建物が多数建設された。1877年、ワルシャワからウクライナのコ戸ベリを結ぶ鉄道が建設され、町の工業化に大いに影響を与えた。1873年には2万8000人強だった人口は、1897年には約5万人へと増えている。ロシアの支配は1915年に終わり、 代わって、ドイツ軍とオーストリア・ハンガリー軍がアルブリンを占拠した。1918年、ルブリンにおいてポーランド共和国臨時委員会が結成され、その年11月に第一次世界大戦が休戦し、ピーウス付きを国家主席とするポーランド共和国が成立する。両大戦期間中にも町の人口は増加し、ポーランド初の航空機製造工場など、 企業や工場が設立され外は成長を続けた。1918年にはルブリンカトリック大学が開校されている。ルブリンはユダヤ人が多い街でもあり、人口のおよそ40%を占める活発なユダヤ人社会があった。1939年、ドイツのポーランド侵攻にサイシルブリンもドイツ軍に占領され、ラインハルト作戦と呼ばれる。 ポーランドユダヤ人絶滅作戦を実行すべく、ルブリンにドイツ軍司令部が設置された。1941年には、郊外に巨大なルブリン強制収容所が建設されている。町のユダヤ人は、旧市街北側のポドザムチェ地区あたりに作られた、ゲットに移住させられた。彼らの大半は1942年に、ベオジェッツ絶滅収容所で殺害された。 1944年、ルブリンはソ連軍によって解放された。ソ連が後押しするポーランド国民解放委員会が設立され、ポーランドの首都機能は1945年に再びワルシャワに戻るまでルブリンにあった。戦後、町の人口はおよそ3倍になり、市街地も大幅に拡大した。新しく開校したマリー・キュリー・スクードフスカ大学の 周りに科学研究施設がいくつか設立され、また大規模な自動車工場が建設されるなど、教育、産業の面でも充実していく。1980年7月、ルブリンと郊外のシフィドニクの労働者たちが、社会主義政権に対するストライキを起こした。このストは、後の連帯運動のきっかけともなる。7月8日、最初のストが、 オートバイ製造企業の WSK のシフィード肉工場で起こった。ストはルブリンやの周辺地域の工場にもた叩く間に広がり鉄道網や市内交通機関は麻痺した。ついには企業数150、労働者合わせて約5万人がストに参加した。スト参加者たちは政府に簡単に鎮圧されてしまうような 通りを更新してデモを起こすという従来通りの方法ではなく、工場の中に残り選挙するという新しいスト手段を用いた。彼らは経済状況の改善を求めるとともに、労働組合の自由、登場総部の特権廃止、工場内における役所的な手続きの軽減といった政治的な要求も出した。7月ストはおよそ2週間続いた。 政府は労働者側に情報することで、最終的になんとか平和的に解決した。しかし、ルブリンのストによって発生した勢いはすぐに、グダンスクで1980年8月に発生した、新たなストの波に影響を及ぼした。グダンスクの労働者たちは、ルブリンの労働者が1ヶ月前に用いた手段、つまり更新などを行わず、職場に止まりストを起こすという手段を踏襲した。 政府はこの時全国に広がったストーンの勢いに飲まれて、情報を余儀なくされ、政府から独立した自由なローソの設立を認め、後の連帯運動へとつながっていくことになる。ルブリンはポーランド南西部のルブリン高地の北の外れにあり、ブイスツ下側のほとりに位置する。谷が町を二つに分けていて、左側は変化に富んだ地形で深い谷と侵食によってできた古いくぼ地があり、 右側は、シフィドニク高原がある。ルブリンから北に十数キロには、ポーランド定地が広がる。ルブリンは、近隣の自治体との間に三つの森林がある。最も大きなものは、市の南部に広がるドンブローバの森で、全母自治へ貯水池の近くにある。マタスタル以外と呼ばれる林は、市の西部にあり、一部は、白樺の特別保護地域に指定されている。市の南端部には、 プラビエドニキの森がある。ルブリン地方は地理的に割と西側諸国と近い他の地域と比べ、1989年以降の経済変動は決して良くはない。ルブリン市の生活水準は周辺地域に比べれば高くなったとはいえ、周囲の低所得地域からの影響は大きい。主要な高速道路が他都市と接続されておらず、直通の鉄道網も 少ないなど交通インフラが十分に整備されていないことや景気回復への不信感が市の経済発展にブレーキをかけている。社会主義時代に建設された工場はほとんどが資本主義経済に移行してからは不信に陥っている。1990年代初頭には韓国の自動車メーカー大部参加の大部ポーランドが地元のトラック製造企業 FSC を買収し地域の雇用状況の安定に貢献した。1998年に韓国の経済危機の影響で大宇の経営が傾いたことを受け、FSC は破産試験内の雇用状況はさらに悪化したが、その後2002年には大宇が新たに会社を設立させ、一定の回復を見た。現在は製造業などの不振もあり、市の経済は サービス産業主体に移行しつつある。郊外にはイギリス系資本の大手スーパーマーケットが進出するなど流通のスタイルも変わってきている。ルブリンには大学や高等教育機関が多く文教都市としての側面も持つ。市のほぼ中心部にルブリンーに駅があり、ワルシャワへ約3時間、クラックフへは約4時間で結ばれている。バス、編集トロリーバス。 編集ルブリンのパノラマ、ありがとうございます。